公認心理試験のテクニックとは。いつも動画を見ていただきありがとうございます。池田です。公認心理試験のテクニックって何だろう。公認心理試験のテクニックについて知りたい、このように思っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は公認心理試験のテクニックについて解説します。この動画を見ることで公認心理試験のテクニックについての考え方がわかります。それでは本日の目次です。まず公認心理試験のテクニックは枝葉について解説します。次に公認心理試験では木の幹を抑えるについて解説します。それでは早速いきましょう。まず公認心理試験のテクニックは枝葉について解説します。結論から言うと公認心理試験でテクニックは枝葉に過ぎません。公認心理試験のテクニックとして選択肢に何々のみ、何々だけなどの限定した文言があれば不正解の確率が高いなどがあります。例えば選択肢にうつ病に効果的なのは認知行動療法のみであるなどの限定した表現があれば不正解の確率が高いということです。あるいは含みを持たせた文言があれば正解である確率が高いなどです。例えば選択肢にうつ病のクライアントには認知行動療法を検討するなどの含みを持たせた表現があれば正解である確率が高いということです。これらは迷った時に正答を選ぶヒントになります。しかしこれらはあくまで補足的なもの、木で言えば枝葉の部分です。このようなテクニックで解ける問題は多くありません。それは過去問を見てもらえればわかります。次に公認心理試験では木の幹を抑えるについて解説します。先ほどテクニックは木で言えば枝葉であると話しました。では最も重要な部分、木で言えば幹となる部分は何でしょうか。それはしっかりとした心理学の知識です。当たり前ですがしっかりとした心理学の知識を抑えることが最重要です。残念ながら学問に王道はありません。地道に知識を増やしていく必要があります。これは他の試験でも公認心理試験でも同じです。テクニックで解けると聞くと聞こえは良いですし簡単に問題を解ける印象があります。しかしテクニックで解ける問題は多くありません。しっかりとした心理学の知識を身につけましょう。それでは本日のまとめです。公認心理試験のテクニックは木で言えば枝葉の部分です。全く役に立たないわけではありませんが補足的なものとして頭の片隅に置いておくぐらいにしましょう。木の幹となるのはしっかりとした心理学の知識です。楽な道に流されることなく地道に努力しましょう。結果的にそれが合格への近道になります。もうですね、今この動画を撮っているのが11月下旬なんですけども、もう自分の中では、クリスマスとかお正月とかなんかもう年末の雰囲気が、年末の感じが僕の中にあります。まあ本当にね、あっという間に、年末になってしまうんだろうなとは思ってますね。なんかこう年末に向けて美味しいもの食べたりとか、ちょっとそういう風に、したいなという風に感じています。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございます。今回の動画が役に立ったという方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。